はいえー、ETF の例の件ですね、創業者の保釈が米連邦地裁で認められたと、えー、保釈金が330億円、個人の支払いについてはま最大規模でしょうね、まあ、こういうふうな記事がありました、米ニューヨーク・マンハッタンの連邦地裁は22日、経営破綻した FTX トレーディングの創業者 え、これを2億5000万ドル、約330億円の保釈金の支払い条件として保釈を認めたと、うん。まあ、あと記事続くんですけども、結局詐欺みたいな手法で集めたお金で被害者が数万人とも言われるね。まあ、そんな事件を起こしておいて、そうやって、えー、人がね、えー、一生懸命、 働いて貯めたお金を、まあ、こういった投資ではなくて詐欺的手法で集めてそれによって保釈がされるっていうのはねちょっと腑に落ちないような気がしますけどもね、うん、皆さんどのようにお感じになったでしょうか